中西花中西花は日本のタレントであり、2018年女性アイドルグループ乃木坂46ケヤキ坂46ひらがなケヤキのメンバー募集オーディション、坂道合同オーディションファイナリスト78番。大阪府出身。身長161センチメートル。血液型は A 型。2003年10月18日、大阪府で生まれる。 2018年7月21日、乃木坂46、ケヤキ坂46のメンバー募集オーディション坂道合同オーディションに78番としてショールーム配信、ファイナルまで選出された。七葉ちゃん、なっぱちゃんの愛称でファンに親しまれる。2019年高校入学後、改めて地元大阪でできることを、と、学業と両立できるマイムプロに所属。 CM エキストラや再現ドラマ、メガボルト出演などの仕事から、活動開始。ABC、b b ッ p ハイヒール再現ドラマ出演。2020年寿司娘、ラブレタメガボルト出演2020年 CM エオサブスクサービス、定額 4K テレビ出演2020年より、インスタアカウント解説2021年1月10日放映きテレ、お笑いワイドショーマルコポロリ。 2021年にかける M-1 選手たちが魂の叫び、要チェック芸人大解剖 SP 出演2021年2月5日、放映 TSK 参院中央テレビ特番出演2021年2月6日、放映、A、BS 富士大阪府出身。愛称は、花ちゃん。保護猫を引き取って育てている猫好き。家で猫を3匹飼っている。趣味は、 ユニバーサルスタジオジャパンに行くこと、映画鑑賞、読書、たくさん食べること、お菓子作り、人と話すこと。特技は絵を描くこと、バスケットボール、料理、玉ねぎのみじん切り、ルービックキューブ。ただし絵を描くことに関してはショールームを見る限り心、優しいファンにしか受け入れられない、画力。資格、免許は、漢字検定準2級、英語検定準2級。 文章検定3級、ソーシャルマナー講習3級。2019年 a、BC、b c b バップ、ハイヒール再現ドラマ出演。2020年寿司娘、ラブレタメガボルト出演2020年 CM エオサブスクサービス、定額 4K テレビ出演2021年1月10日放映ゼキテレ、お笑いワイドショーマルコポロリ。2021年にかける。 M-1 選手たちが魂の叫び、要チェック芸人大解剖 SP 出演2021年2月5日、放映、TSK 山陰中央テレビ特番出演2021年2月6日、放映 BS 富士。ありがとうございます。